さすがにもういないか。とにかくこれからだな、黒の騎士団は。これから本当に俺の思い描いた組織になる。ああ、あの、遅れてすまない。てっきりもう行ったものかと。いや、そんなことより、とにかくどこか雨宿りできるところに。ねえルル、ゼロって弱いものの味方なんだよね。ああ、そう言ってたな。なら、なんで私のお父さん殺したんだろう。お父さん、優しくて、私ぶたれたこともなくて、何にも悪いことなのに、埋められて、息苦しく、どうして、なんでお父さん私のこんなの嫌よ。ひどい雨。あの子は大丈夫かしら。雨に当たってなければいいけど。あ、あの、クラリスさん、その…うわあ、ダメよクラリスさん。私に抱きついたらクラリスさんまで濡れちゃう。いいの、そんなのどうでもいい。あなたが戻ってくれたから。あなたが。クラリスさん。聞いていい？何？どこで寝泊まりしていたの？学校の友達の部屋とか。そう。ご飯は？ちゃんと食べてた？うん。怖い目には合わなかった？最近、物騒なことが多くて。うん、大丈夫。ごめんなさい。クラリスさん、どんなに心配した言葉を並べても、あの日あなたを裏切ったことには変わらない。せっかくあなたが私と向き合おうとしてくれたのに。確かにショックだったけれど、クラリスさんが忙しい中、私のために時間を作ろうとしてくれているのは知っていた。だから、怒っているとかそういうんじゃない。家に帰らなかったのは、私がクラリスさんから逃げたかったから。私から逃げる？うん。クラリスさんは血のつながらない私によくしてくれる。なのに、そんな現状に苛立ってクラリスさんにひどいことを何度も言った。そんな自分が嫌で逃げ出したの。そんなこと。うん、ずっとあった。卑怯な自分に対する後ろめたさがずっとあったの。どうしてクラリスさんは私を引き取ってくれたの？
父さんたちの部下だったから。それはそうなのかもしれない。百目鬼社長にはずっとお世話になっていたから、確かに恩返しになればという気持ちもあった。でもそれだけじゃない。教えてクラリスさん、父さんや母さんのことを。私は自分の過去を思い出したい。でもあなたはあの時のことを思い出そうとすると。お願いクラリスさん。わかった。でもきっとここで話すべきじゃない。大事な記憶だから、あなたにとっても私にとっても。今度こそちゃんと時間を作る。だから私に付き合ってくれる？うん、約束する。ええ、約束ね。今度こそ。お下がりください。私をそこらの女と一緒にするなよ。コーネリアはここにいるぞ。挑んでくる者はいないのか。退屈させてくれるのよ。この程度私には効かないぞ。英国の先やり参る。我が忠義の一撃、忠義の矢、我が忠義の一撃、止められるか。我が忠義の一撃、止められるか。我らが活路を開くぞ。道を開けろ。前へ出る。我が忠義の一撃、止められるか。忠義の槍は決して折れぬ。私の攻撃、止められるか。我が忠義の一撃、道を開けろ。我が忠義の一撃、我が忠義の一撃、止められるか。力ある者よ、攻めの手を許す。我が忠義の一撃、止められる。我が忠義の一撃、我が忠義の一撃、止められるか。このビレッタがお相手捕まつ。我が忠義の一撃。そうか、我が正義は姫様のもとに。受け取れ我が一撃。我が忠義。道を開けろ。前へ出る。よくやった。ざっとこんな感じ。勝ったな。勝つのは私だ。はい、姫様は勝利の女神にございますれば。英国の先やり参る。
我が忠義の槍は決して折れぬ。退屈させてくれるのよ、この程度。私には効かない。食い止めなければ。やってやるぞ。最も愚かな手を打ったな。忠義の槍、まずい。食い止めなければ。私の攻撃、止められるか。このビレッタがお相手捕まつ。グレーをこの手に。私の攻撃、止められるか。逃がさない。私が止めてみせる。何の槍でも抑えられぬか。忠義の槍、ブリタニア。私の攻撃、トガラスの攻撃、止められるか。残念だが、この時点で貴様の負けだ。邪魔だ、消えてもらおう。それくらいはやってもらわねば困る。何になりでも我が忠義の一撃。私を失望させるなよ、バカめ。それくらいはやってもらわねば困る。忠義の槍、ブリタニアの力を見せてやる。やったね。まあな。勝ったな。彼は敬虔なる神の信徒であり、我らの良き友人であり、また妻にとっては良き夫であり、子にとっては良き父でありました。お父さん。それでは彼の眠りの安らかならんことを。いや、やめて。もう埋めないであげて。苦しませないで。あなた、あなた。お母さん、お母さん。シャーリーね、シャーリーはパパのお嫁さんになるの。嬉しいな。でもね、幼稚園の先生が言った通りなんだ。お前もいつか好きな人が見つかるんだよ。パパより？うん。好きって言ってもいろいろあるんだ。でもシャーリーがその人のことを本当に好きで、その人もシャーリーを真剣に愛してくれるなら、パパは心からお祝いするよ。ごめんなさい、シャーリー。やだな、なんで謝るの？え？俺もごめん。え？そのさ、俺ホテルジャックの時テレビとか見てて、黒の騎士団ってちょっとかっこいいかもとか思って。あー、ほら、ニュースでも扱い違ってたし、成田のこともなんかすげーって掲示板で適当なこと書き込みしたり。だからごめん。そんなことないよ、そんなの全然関係ないって。私だって成田のことには。よしなって。それより私はあんたの方が気がかり。ちゃんと泣いた？
今変に耐えると後でもっと辛くなるよ。もういいの、もう十分泣いたから。ブルーシェ、これが戦ったことへの代償、起こした行動の結果。卑怯だ。あ、黒の騎士団はゼロのやり方は卑怯だ。自分で仕掛けるのでもなく、ただ人の支流馬に乗って事態をかき回しては審判者を気取って勝ち誇る。あれじゃ何も変えられない。間違ったやり方で得た結果なんて意味はないのに。あ、せ、じゃあ私たちはそろそろおいとましよう。シャーリー、待ってるからね。いつもの生徒会室で。だから、うん、ほーら、みんな行こう。おい、ルルーシュ。あの。ルル、ごめんね。え？ずるかったよね。あんな、本当ずるいよね。あれじゃあ、ああするしかないもの。だから忘れて。困らせちゃって、ごめんね。やり方間違えちゃったね。キスだけしてもらっても嬉しくないのにね。あ、シャリが鳴っているぞ。悔いているのか、友人の父親を巻き込んだことを。え？お前は桐原に言ったな、ぬるいと。自分は修羅の道を行くと。黙れ。だがぬるいのはお前の方だ。ゲームのつもりででもいたか。今までもお前は多くの人間を殺してきた。その手で、あるいはお前の言葉で。黙れ。そいつらにも家族はいた。恋人も友人も。まさか理解してなかったとでも言うつもりか。お前の覚悟はその程度の。黙れ。覚悟はあるさ。あの時黒ビスを殺したあの時からな。なら、なぜ今さら迷う。それとも情で由来だか。せがまれるままにキスして。どれだけ偉そうなことを言っても、所詮は口先だけの頭でっかちな童貞坊やか。お前にはもう動揺したり立ち止まる権利などない。生きるために必要なのだろう。私を失望させるな。くそ、俺は。お前、話がある。シャーリーの父親は俺たちのせいで死んだ。いや、俺が殺した。どうするつもり？お前までそんなことを言うためにここに来たのか。俺が立ち止まらないようにと。
ルルーシュにはブリタニアを倒すまで黒の騎士団を率いてもらわなきゃいけないから。お前は何とも思わないのか、シャーリーの父親を死なせてしまったことに。思う、思うわ。迷いもする。だけど、私だってブリタニアに両親を殺された。もともとブリタニアが日本に戦争を仕掛けなければ、私の両親も、シャーリーの父親だって死なずに済んだんだ。これ以上、犠牲を出さないためにも、ブリタニアを壊す必要がある。ルルーシュだって分かっていることでしょ。迷うなとは言わない。悔やむなとも言わない。でも、立ち止まらないで。ルルーシュが、ゼロが立ち止まってしまったら、力のない人々の犠牲が増えることを忘れないで。そうか。そうだな。お前の言う通りだ。少し頭を冷やす。ルルーシュ。心配するな。作戦は変わらない。お前が軍に入る手はずも整えてる。今は自分のやるべきことをしろ。そう、人は差別されるためにある。だから兄を殺したのですか？間違った方法で手に入れた結果に価値はないと思うから。なあ、本当にやるのか？口だけなら何とでも言える。やめろ！腹違いとはいえ、実の兄だぞ！一方通行の自己満足だよ。そんな都合のいい世界。優しい世界でありますように。お前には生きるための理由があるらしい。全てを変えるために。行くか、修羅の道を。奥義か、私だ、ゼロだ。ここがシャーリー・フェネットの自宅か。必ず尻尾を掴んでやる。残念でした、スザク君。コーネリア殿下の直属部隊からの命令。次の作戦に参加しろってさ。認められたのかな？それともまたおとり？ロイドさん？ん？人との正しい付き合い方、教えて差し上げましょうか？ありがとう、遠慮します。で、その作戦なんだけどさ。
勝つのは私だ。はい、姫様は勝利の女神にございますれば。帝国の先槍、参る。忠義の槍は決して折れぬ。退屈させてくれるなよ。この程度、私には効かないぞ。我が忠義の一撃、指示を出す。止められるか。そっか、こいつを使いとしようか。バカめ。私も負けないから逃がさない。私が止めてみせる。忠義の槍は決して折れぬ。やってやるぞ。最も愚かな手を打った。まずいぞ、早く指示を出せ。何度やろうと同じことを。私の攻撃止められるか。必ず守るんだ。忠義の槍は決して折れぬ。私の攻撃恐れられぬか。力ある者よ、攻めの手を緩めるな。忠義の槍は決して折れぬ。私の攻撃、我が忠義の一撃、止められるか。何が起きているか。仕方あるまい。ここは引くぞ。やったね。もっと言え。勝ったな。君がエースパイロットだ。はい。私はイレブンじゃない、日本人だ。帝国の先槍、マイル。忠義の槍は我が忠義の一撃、止められるか。力ある者よ、我が忠義の一撃、止められるか。行くぞ。今こそ忠義を示す時。まずい、忠義の槍は決して折れぬ。我らが活路を開くぞ。道を開けろ、前へ出る。急げ、奴らの口にさせるな。この程度、私には効かないぞ。忠義の槍は決して。道を開けろ、前へ出る。勝つ。私の攻撃止められるか。押せんぞ。我が忠義の槍は決して折れぬ。道を開けろ。このビレータのお相手つかまつ。ブリタニアの力を見せてやる。我が忠義の一撃、我が忠義の一撃、止められるか。私の攻撃止められるか。守るんだ。大活躍だったな。もっと言え。この戦い、我々黒の騎士団の勝利だ。カレン。リバル、私もこれから生徒会室に行くところ、一緒に行く？それなんだけどさ、会長が今日の生徒会は中止するってさ。そうなの？
ルルーシュとスザクも休みだし、それにシャーリーのこともあるしさ。そう、そうよね。あれ、あの子は？今日は朝から学校に来ていたと思ったけど。聞いてない？なんか家の用事があるらしくて、さっさと帰っちゃったよ。家の用事？そっか、お母さんとちゃんと向き合うことにしたんだ。大木さん、ごめん、私も家から電話、急いで帰らなくちゃ。なんだカレンもかよ。なんかみんな忙しいんだな。し、大木さん、何かあったんですか？ああ、ゼロからの緊急招集だ。すぐにアジトに来てくれ。わかりました。ごめんなさい、待たせちゃったわね。仕事を片付けるのに手間取っちゃって。ううん、大丈夫。クラリスさんが忙しいのは知っているから。そんな風に言ってくれてありがとう。でも、今日は間に合った。うん、間に合ったね。みんな集まってるな。おい、なんだよ、急な呼び出しってよ。ゼロからの指示が来た。次の作戦に向けて戦闘の準備だ。次の作戦か。目的は？この後ゼロから直接説明があるそうだ。それまでに準備を終えよう。相変わらずの秘密主義ね。そこはブレないんだ。今度はどこの山の中に連れてかれるんだろうな。冗談やめてよ、せっかく生きて帰れたっていうのに。しかしゼロはあの京都の後ろ盾を得たんだ。どんな作戦だろうと勝てるんじゃないか。それならいいんだけどな。あれ、あいつがいねえじゃねえか。彼女は今回の作戦には参加しない。別の任務が与えられているそうだ。ち、また特別扱いかよ。あいつの実力を考えたら当然だろ。確かに、玉木と違って結果を残してるしな。うっせえ、俺はまだ本気を出してねえだけだっつーの。別の任務か。静岡か。この道も久しぶりに走るわね。静岡、私がかつて家族と住んでいた場所。それにクラリスさんが働いていた研究所も。私が18歳でブリタニアの大学を卒業した後、バニエラさん、あなたのお母様に誘われたの。日本の動脈研究所で働いてみないかってね。バニエラさんは私の大学でサクラダイトによるエネルギー学の教授をされていた。私もエネルギー工学を専攻していて、バニエラさんのゼミに入っていたから、その時から目をかけてもらっていたのね。研究者としてバニエラさんを尊敬していたから、誘ってもらった時は嬉しかった。
私は平民の出で継ぐような家柄でもなかったから、すぐに日本に渡って同盟研究所で働かせてもらったのよ。そうだったんだ。私、クラリスさんのこと何も知らなかった。いいのよ、これから少しずつまた知っていってもらえれば。指示された場所だとこの倉庫のはずだが。ほう、あの赤いナイトメアは黒の騎士団の。やはり接触があったのは本物のゼロ。な、ブリタニア人？ブリタニア人がどうしてここに？おい、そいつを捕まえろ！待て、私はゼロに呼ばれて。なわけねえだろ！何かの罠に違いねえ。顔を見られたんだ。こいつを始末しないと。おい、始末って。うろたえるな。彼は私が呼んだんだ。何か思い出せたことはある？ううん、何も。そう、あの麓の建物が研究所？ええ、そうよ。そして私たちが最初に一緒に暮らしていた場所。クラリスさんも？ええ、私も住み込みで働かせてもらっていたから。バニエラさんが手が離せないときは、私があなたの食事を作ったりしていたのよ。それで、私の食事の好みを知ってるんだ。最初の頃は、美味しくないって食べてくれなかったりしたのよ。それは、すみません。違うの。私も勉強ばかりで、料理なんてしたことがなかったから、失敗作が多くて。クラリスさんにも、そんな頃があったんだね。あの頃は、楽しかったわ。仕事といっても、大学のゼミの延長みたいで、好きなことばかりして。尊敬する恩師と同じ職場ってだけでも、何もかも輝いて見えた。若かったのね。クラリスさん、今でも若いじゃない。あら、そんなお世辞どこで覚えたの？お世辞じゃないって。そういうことにしておくわ。さあ、研究所までもう少し。研究所に着いたら何か思い出せるかも。うん。もう戦場だ。気を抜くなよ。姫様の前で無様な姿は見せられん。
帝国の先槍マイル。忠義の槍は決して折れぬ。我が忠義。まずい、食い止めなければ。我が忠義の一撃止められるか。私の攻撃止められるか。我が槍でも抑えられぬか。退屈させてくれるのよ、この手を。私、我が忠義の槍は決しておる。我が忠義の一撃止められるか。我らが活路を開くぞ。道を開けろ。前、私の攻撃止められるか。次だ。我が忠義の一撃。忠義の槍は決しておれぬ。力ある者よ、攻めの手を緩めるな。抑えられぬか。私の攻撃止められるか。槍でも抑えられぬか。やってやるぞ。もっと。我が槍でも抑えられぬか。我が忠義の一撃。我が槍でも抑えられぬ。我が忠義の一撃。道を開けろ。我が忠義の一撃。発目せよ、力を持つ全ての者たちを。決して折れる。これ以上奪われてたまるか。ぶっ壊す。おう、やるじゃない。バカに構う必要などない。道を開けろ。そっか、前へ出る。私の A。よくやってくれた。この程度、造作もない。この戦い、我々黒の騎士団の勝利だ。私を信じたからには勝たせてやる。退屈させてくれるのよ、この程度。私には効かないぞ。おい、まずいぞ。早く指示を出せ。そうか。そっか。守るんだ。このままじゃ自分に行かせてください。帝国の先槍マイル。このままじゃ自分に行かせてください。忠義の槍は決して折れぬ。やってやるぞ。もっ、我が忠義の一撃。このままじゃ止められるか。自分に行かせてください。我が忠義の一撃止められるか。まず、我が忠義の一撃、止められるか。逃がさない。私が止めてみせる。忠義の槍は私の攻撃、止められるか。このビレッタがお相手捕まつ。ブリタニアの力を見せてやる。我が忠義の一撃、止められる。私の攻撃、止められるか。の槍は圧倒しているはず。私の攻撃。我が正義は姫様のもとに。受け取れ我が一撃。
忠義の一撃、このまま止められるか。力ある者よ、攻めの手を緩めるな。我がブリタニアの力を見せてやる。くそ、一度下がるか。大活躍だったな。まあな。なんとか勝ったようだが、褒められたものではないな。ちょっと待ってくれよ、ゼロ。確かに京都からも頼まれたし、こちらの受け入れも問題ない。日本解放戦線にしたって、海外に逃亡するよりは我々と共に歩むことを選ぶはずだ。しかし、情報提供者ディートハルトと言ったか。はい、お目にかかれて光栄です、ゼロ。コーネリアが海兵騎士団を投入し、解放戦線の片瀬少将の捕獲を目論んでいる。本当なんだろう。局では報道特番の準備に入っています。東道中佐は片瀬少将と合流できずじまい、つまり今の日本解放戦線に確たる武力は存在しない。逃亡資金代わりの流体桜台とだけが頼り。だからコーネリアと戦うよりも片瀬少将を逃がすことを優先して。オギ、我々は何だ。な、黒の騎士団。ならばなすべきことは一つだ。コーネリアの部隊を壊滅させた上で日本解放戦線の残存部隊を救出する。成田での忘れ物を今日この夜に取り戻すのだ。翔さんは愚問殿。わかった。作戦準備を開始する。皆先ほどの指示通り待機しろ。あ、ゼロ。私はやることがある。話があるなら後にしてくれ。総督はまだナンバーズである貴様を使うことに難色を示されているが、私は使えるものは使う主義だ。たとえそれが日本の元総理の息子だろうと。目標は片瀬だ。こいつさえ抑えれば日本解放戦線はおしまいだ。捕獲は海兵部隊が行う。貴様は陸上から海兵が片瀬を確保するまでの援護射撃。および確保後の残党の殲滅に当たれ。殲滅でありますか。目標以外は一人も生かしておいてはならん。ブリタニアへの忠誠を示せ、クルルギスザク順位。出世のチャンスだ。励めよ。イエス、マイロード。踏み絵かな。どうする。試されてるよ、君。
ルル、嘘だよね。あんな怪しい人の言うことなんて。この少年は黒の騎士団に関与している可能性がある。え、黒の騎士団って。テロリストだ。嘘です。そんなはず、そんなの嘘。ルル、こんな疑うようなことしてごめんね。でもお願い、信じさせて。見失ったようだな。早く連絡してくれれば手を打てたというのに。やはりあの学生を先に捕らえるべきだったか。いや、確証が必要だ。女との会話で必ず接点がわかる。奴が何か記憶を操作できる手段を持っているならなおのこと。私はジェレミアのように地位も名誉も失って死んだりはしない。いや、逆に手に入れてみせる。そのためにもゼロにつながる手がかりを私一人で。確か予備のパックがここに。ん？誰だ？すみません、失礼しました。迷っているのか。あ、私は正義のためだと、それが正しいことだと思って今まで戦ってきました。だから人も殺しました。でも本当に私たちのやり方で世界が変えられるのでしょうか。変えられる。いや、変えねばならない。でも犠牲が出るか。兵士でもないのに巻き込まれて死ぬ者が。だからこそ我々は立ち止まることはできない。たとえどんな手段を使っても、卑怯だと罵られようとも勝つしかないんだ。そのためなら修羅になるべきだ。流した血を無駄にしないためにも、さらなる血を流してみせる。だが強制はしない。彼、引き返すなら今だ。共に進みます。私はあなたと共に。ありがとう、彼。はそう、さっきは助かった。ありがとう。必要だ、シーツ。お前が。私はもう同じ失敗を繰り返すわけにはいかないのに。下がりください。私をそこらの女と一緒にするなよ。コーネリアはここにいるぞ。挑んでくる者はいないのか。
警告の先槍参る。まずい、食い止めなければ忠義の槍は決して折れぬ。我が私の攻撃、まずい、止められるか。食い止めなければ我が忠義の一撃止められるか。退屈させてくれるのよ、この我が忠義の一撃止められるか。我が忠義の一撃止められるか。忠義の槍は決して折れ、私の攻撃止められるか。行くよ。力ある者よ、攻めの手を緩めるな。行くぞ、今こそ忠義の槍は決して折れ、私の攻撃止められるか。我が忠義の一撃止められるか。我が忠義の一撃止められるか。我が忠義の一撃、私の攻撃、我が忠義の一撃止められるか。我が忠義の一撃止められるか。我が活路を開くぞ、道を開けろ。我が忠義の一撃、我が正義は姫様のもとに。受け取れ我が一撃。なかなかやるな。このビレッタがお相手捕まつ。ブリタニアの力を、このビレッタを見くびるな。邪魔だ、消えてもらおう。いいぞ、私やったね。まあな。この戦い、我々黒の騎士団の勝利だ。ここが父さんと母さんの研究所。ええ、7年前の侵攻時に被害に遭ったまま時間が止まったみたい。ブリタニアの侵攻に巻き込まれたんだね。富士がブリタニアの制圧目標の一つだったから。ええ、富士は世界最大の桜台と採掘地だから。母さんはブリタニア人なのに、それもお構いなしでブリタニアはここも攻撃したのね。私は夏季休暇でちょうど日本を離れていた。ずっと休んでないからって。あなたのご両親に半ば無理やりにブリタニアに帰らされたの。そうじゃなかったら私もここで。ブリタニア侵攻のニュースは本国で見ていた。すぐにでも研究所に戻ろうとしたけど無理だった。戦争からしばらく渡航制限がかけられていて、民間人の入国ができなかったの。翌年から本格的にエリアとして整備が始まって、入植者を募集し始めた。私はすぐさま応募したわ。でもそれから4年かかった。4年もかかってようやく審査に通り、私はまたここに戻ってこれた。実はね、私が DGE コープを作った理由の半分はエリア11の入植審査に通るためなのよ。ここまでして
そうして日本に渡ると同時に急いでこの同盟研究所に訪れた。パニエラさんや所長たちの安否を知りたかったから。でも得られたのはあなたのご両親が亡くなったという記録だけ。遺骨やお墓さえ見つけられなかった。そんな時、静岡のゲットーであなたを見つけたの。成長していたけどすぐに分かった。けれど戦争のショックなのか、あなたはほとんどの記憶を失っていた。もちろん私のことも覚えていなかった。すみません。あなたが謝ることじゃないわ。それだけショックが大きかったということだもの。あなたは記憶どころか感情さえもなくしていたように見えた。その時思ったの。この子は私が守らなきゃいけないって。あなたが恩師のご子息というのも理由として当然あったかもしれない。でもそれ以上に私はあなたを守りたかった。傷ついたあなたを私の手で守りたかった。クラリッサ。それなのに何もかもうまくできなくて、あなたの母親になることができなかった。それどころかあなたの気持ちも理解してあげられなくて。クラリスさん、ごめんなさい。弱くて何もできなくて。謝らないでクラリスさん。ごめんごめんね。悪いのは私の方なの。クラリスさんの気持ちも知らずにひどい態度をとって、ひどいこともいっぱい言って、でも私は日本人であることを捨てたくなかった。日本人であることを捨ててブリタニア人になってしまったら父さんたちを否定するような気がして。そんなこと。正直な気持ちを言うと、私は両親を殺したブリタニアが憎い。この気持ちは自分でも抑えられない。でもクラリスさんは違う。クラリスさんはいつも私のことを思っていてくれた。それなのに私は謝らなきゃいけないのは私の方なの。ごめんなさいクラリスさん。いいの、あなたは謝らなくていい。あなたの気持ちを考えれば当たり前のことだもの。だからこそこれから私たちの関係を築いていきましょう。あなたと私の新しい家族として。うん。勝つのは私だ。はい、姫様は勝利の女神にございますれば。
冷酷の先槍マイル。忠義の槍は我が忠義の一撃止められるか。まずい、食い止めなければ。逃がさない、私が止めてみせる。我が忠義の一撃、私の攻撃。我が忠義の一撃、忠義の槍はまずい、食い止めなければ。必ず守るんだ。退屈させてくれるのよ。この手で私の攻撃止められるか。忠義の槍は決して折れぬ。力ある者よ、攻めの手を緩めるな。前の槍でも。そうか、前の槍でも抑えられぬか。やってやるぞ。最も愚かな手を打った。忠義の槍。そうか、私にお任せを。受け取れ我が一撃。我が忠義の一撃止められるか。我が私の攻撃止められるか。私の攻撃止められるか。忠義の槍は決して。悪をなして巨悪を討つ。おう、そうか、なかなかやるな。ああ、うん、そうか、仕方あるまい。ここは引くぞ。ああ、ああ、これ以上奪われてたまるか。ぶっ壊す。いいぞ。うん、我らが活路を開くぞ。道を開けろ、前へ出る。さすがだな、よくやった。勝利とは私のためにある。やれるじゃないか。やれる、やれるぞ。カル、君がエースパイロットだ。はい。この戦いに生き残ればお前たちは戦士になれる。その先にこそ。帝国の先槍マイル。我が中、まずい、食い止めなければ。退屈させてくれるのよ。我が忠義の一撃止められるか。まずい、食い止めなければ。我が忠義の一撃止められる。まずい、食い止めなければ。このビレッタがお相手捕まつ。ブリタニアの力を見せてやる。我らが活路を開くぞ。道を開けろ、前へ出る。忠義の槍は決して折れぬ。必ず守るんだ。
力を見せてやる。我が忠義の一撃、止められるか。我が忠義の一撃、やってやるぞ。止められるか。最も愚かな手を。忠義の槍は決して折れぬ。ブリタニアの力を見せて。これ以上奪われてたまるか。ぶっ壊す。大活躍だったな。まあな。勝ったな。時間です。作戦を開始せよ。アンダーウォーター全ユニット先行開始。ダイブダイブダイブ。特殊制圧隊、使用火器はカテゴリー C。 我が隊は陸上より援護に回る。対象のタンカーを沈めぬよう気をつけろ。イエスマイロード。全部隊、武器使用自由。繰り返す。雷撃後、武器使用自由。まさかテロ？始まったぞ、ゼロ。ゼロ。まだ出ないのか、ゼロ。おい。聞こえてるんだろ。日本解放戦線を。今はダメだ。え、思ったよりコーネリアの動きが早い。今動くと共倒れになる。援護射撃を開始せよ。なお使用火器はマイクロ弾の一転射に限定する。流体サクラダイトに引火させないよう気をつけろ。ブリタニア軍め、いつの間に敵だ。水中から来るぞ。ドア。板垣。うわ。202、503、十字の方向に雷撃を加えよ。こんなのもう戦いじゃない。グルルギ獣医。はい。辛いかもしれないけれど、あなたは職業軍人なのよ。はい、分かっています。どこから情報が漏れた。東堂は未だ所在がつかめず、死生権も。京都は助けをよこすと言っていたではないか。そのはずですが、こちらから連絡をする手段がなく。将兵に死ねというのか。無意に死ねと。降伏、早急に攻撃停止していただきたい。こちらは日本解放戦線、義軍に降伏する。少佐、オープンチャンネルで降伏宣言が。むしろ。しかし、それは。見ろ、ただの時間稼ぎだ。手を休めず命令を遂行せよ。
将軍、ここは私に。ふん、帝国の先やりとて手柄は譲らんぞ。退屈させてくれるのよ。この程度私には効かないぞ。おい、まずいぞ。早く指示を出せ。帝国の先槍参る。忠義の槍、我が忠義の一撃、止められるか。まずいぞ。早く指示を出せ。勝つ。まずい。私の攻撃止められるか。おい、我が忠義の一撃、早く指示を出せ。止められるか。私が止めてみせる。まずい。我が忠義の槍は決して折れぬ。必ず守るんだ。私の攻撃止められるか。忠義の槍は決して折れぬ。やってやるぞ。最も愚かな手を打ったりでも。開くぞ。道を開く。その程度の攻撃、光月火炎を舐めるな。弾ける。大したものだな。ああ、こんなところで。うん、ここは一旦下がります。このビレッタがお相手捕まつ。ブリタニアなかなかやるじゃない。当然だ。勝ったな。安心しろ。お前と私は共犯者だ。ふん。私が恐れると思うのか？退屈させてくれるのよ。この程度私には効かないぞ。おい、まずいぞ。早く指示を出せ。帝国の先槍参る。我が忠義の一撃、忠義の槍は決して折れぬ。やってやるぞ。最も愚かな手を。まずいな。早く手を打たないと。何度やろうと同じことを。早く指示を出せ。逃がさない。私が止めます。奴らを止めないと。忠義の槍は決して折れぬ。まずいな。早く手を打たないと。おい、まずい。私の攻撃、早く指示を出せ。止められるか。忠義の槍は決して折れぬ。力ある者よ、攻めの手を緩めるな。ああ、悪をなして強悪を打つ。いいぞ。私の攻撃止められるか。
何が起きている。姫様のために。スティックでは圧倒して、どれだけ敵がいようと私は負けない。はじけろ。合わせろよ、ハウ。悪をなして巨悪を討つ。やってくれる。ええ、合わせろよ。忠義の槍は決して折れぬ。負けられない。ガタガタしのけ。ええ、くそ、一度下がるか。ほう、体勢を立て直す。巻き込んだ借りを返してもらおうか。最も愚かな手を打つ。なかなかやるじゃないか。当然だ。より大きな勝利のため今回の犠牲は必要だった。本当にルルが黒の騎士団に？くそ、これじゃ本当に手遅れになる。ゼロはいつ動くつもりなんだ。ゼロがただの理想論者ではないことを祈るばかりだが。ナイトメアが船に飛びついた。そうか、脱出するルートは一つしかないはずだが、龍体桜大刀を大事に抱えて。分かっている。出撃。な、何事か。なんという愚かなことを。流体桜大刀を爆発させると。さすがだな、日本解放戦線。ブリタニア軍を巻き込んで自決と。自決？しかし、そんな連絡は。我々はこのままコーネリアのいる本陣に突入する。それ以外には構うな。結果は全てにおいて優先する。日本解放戦線の血に報いたくば、コーネリアを捕らえ、我らの覚悟と力を示せ。これじゃ成田の時と同じじゃないか。こうでなければ。おい、どこへ行く。解放戦線をおとりに手薄になった本体に攻め入る。定石だが、それでは今一つ弱い。逃げる気か、おい。そうだ、どうせなら敵の戦力を削ぎ落とす。役立たずの解放戦線を生きたトラップとして。やはりゼロは素晴らしき素材、カオスのゴンゲだ。もっともっと見せてくれ、私に。あなたの主観に満ちた世界を。ごめんなさい、かっこ悪いところを見せちゃったわね。
それはお互い様だよ。どうする？中には入れないみたいだけど、何か思い出せそうならもう少しこの辺りを歩いてみる。見覚えがあるものも多いからもう少しで思い出せそうだけど、はっきりとは。そう、でも急がなくてもいいのよ。ゆっくり思い出せば。ねえ、そういえばあそこに見える建物って昔からあった？この風景に見覚えはあるけど、あの建物はなかったような気がして。いいえ、私も見覚えがないわ。入植後にできた新しい建物なんじゃないかしら。そう、もうすっかり日が落ちちゃったわね。そろそろお帰りましょうか。うん。私はイレブンじゃない、日本人だ。ゼロ親衛隊隊長光月カレン、行くよ。我らが活路を開くぞ。ほう、お出ましか。先やり参る。まずい。クルルギスザク、行きます。大物がいるようだな。クルルギスザク、来たか。自分が叩かせてもらう。来たか。自分が叩かせてもらう。この一撃で決めてみせる。すまない、みんな。僕がこの戦いを終わらせる。忠義の槍はこの威力なら。退屈させてくれるのよ、この程度。私には効かないぞ。屈辱忘れはせんぞ。なんだ、もう。さすがだね。もっと言え。この勝利は私のおかげだな。シグナルロスト。エリクソンは308に合流。支援せよ。前期状況を報告せよ。繰り返す。前期状況を報告せよ。本当に自爆を？片瀬少女。あ、本体が。まさか、タンカーをおとりにして。緊急機上。防衛線を形成せよ。どこから情報が？殿下、パイロットが乗り込む前にナイトメアを海に叩き落とせ。グレン錦は私についてこい。はい。殿下、ここは我らが。たまれ。二度ならず三度までも苦労されてたまるく。ええ、起動前に。
私にナイトメア戦で勝てるつもりだったか。あの新型か。ハッチを砕いて引きずり出してやる、コーネリア。シャーリー。ゼロ、お前のやり方じゃ何も変えられない。結果ばかり追い求めて他人の痛みがわからないのか。ゼロ、成田の借りを返させてもらう。またかこの白カブトが。平然と命をおとりにする。お前はただの人殺しだ。なぜいつも貴様は俺の邪魔をする。どうしてお前は無意味に人の血を流す。貴様さえいなければ。お前がいるから。ゼロ、これも一つの結果だ。ラスロット、後ろだ。ゼロは私が守る。結局、私が思い出せたことはほとんどなかった。だけど、クラリスさんから話を聞けて、どこか腑に落ちた気がする。確かに、私はあそこで暮らしていた。父さんや母さん、クラリスさんと一緒に感謝しなきゃね。どうかしたの？いや、友達にお礼を言わないとなって。今日こうしてクラリスさんと向き合えたのもみんなが背中を押してくれたおかげだから。そうだったの。いい友達を持ったわね。うん、父さんと母さんの命を奪ったブリタニアに復讐をしたいという気持ちは変わらない。だけど同時にクラリスさんを大事にしたいという気持ちも本心だ。その二つを叶えるのは難しい。しかしルルーシュが話してくれた独立国家構想、あれが現実になるのであれば、クラリスさんの身を守りながら今のブリタニアの支配体制を壊せる。私はやはりルルーシュと同じ方向を向いて進もう。それがたとえブリタニア軍に入ることだったとしても。そうでしょう、ルルーシュ。ゼロの頭。だったらこれで私がお父さんの。そいつがゼロか。これは驚きだな。学生自身がゼロだったとは。しかもブリタニア人。
こいつをコーネリアス男に差し出せば私は貴族になれる。騎士校なんかじゃない、本物の貴族にだ。それにまだ生きている。いいぞ、どんな処刑がお似合いかな。総督にはお前のことも。うかつ、お前の男だったな。おのれ。